にちは、トミーではトミーです。よろしくお願いします。ということで、今回はリアル合宿生の人がインフルエンサーをフォローするためだけに作られたインスタグラムというアプリでトミーとデートするのはどんなプランがいいか募集しました。で、その中からね、面白そうなやつを僕がピックアップさせていただきまして、コメントしていこうと思います。それでは僕としたいデートプラン、どんどん読んでいこうと思います。ポリ袋にかりんとうを入れて食べながらポテトの散歩しよう。いや、周りの人に犬のうんこ食ってると思われる。そのね、かりんとう見た目があれだから、その散歩してるワンちゃんのね、下うんちを拾って食ってると思われる。制服でディズニー、制服ディズニーじゃなくて、そう流行ってるんですか、伊豆に制服を着ていくことが。食べ歩きドライブデート、どっち？いちご狩り、みかんもぎ、イノシシ狩り。いや、三つ目の難易度が高すぎるのよ。そのいちご狩りとみかんもぎはまあギリやれたとして、そのイノシシ狩りに関して言うと、その狩猟免許とか多分必要だから、ちょっと専門性高すぎますね。バンジー飛んだ後に絶叫お化け屋敷。いや、バンジーでもう絶叫なのよ俺。バンジーまでは一旦そのノーリアクションでいてもらって、その後お化け屋敷で存分にリアクションをどうぞ。いや、もうバンジーで怖いの。ホテルビュッフェを見せつける。僕は食べれないんですか？その女性の方がホテルビュッフェを楽しんでるのを僕が見せつけられるっていうデートプランですか？お腹が空きます。はしごバンジー。いや、バンジーはしごじゃなくて、それも嫌だけど、そのバンジーいくつもやれやっていう無茶ぶりじゃなくて、はしごでバンジーやれや、怖すぎるでしょ。朝7時集合、矢印ホテル、矢印21時すき家。性欲の塊。その朝7時集合、一回ホテル入って21時までそこにいた上でスキヤ行って解散。夜勤入ってるのかな。まずは挨拶代わりのグッチ、そして昼飯代わりのヴィトン、そしておやつ代わりにプラド。プラド、ランドクルーザープラドのことかな。その朝グッチ行って、昼ヴィトン行って、最後トヨタ行って、ランドクルーザープラド。500万ぐらいするけど。リードつなぐ。信頼を築く前の極端なプレイはもう暴力です。ラップバトル、私が先行。いや、デートでディスり合うのやだろう。8×4 もしくは 16×2 のビートに乗せて。グッチ食べ歩き。グッチは食べれないと思う。なんかすごい胃が丈夫な方なのかな。あとその、歩いて移動できる距離にグッチはテンポないと思う。すごい足が丈夫な方なのかな。朝4時に山頂に集合して日の出を眺めながらトミーとビート刻みたいです。何が楽しいん？その朝4時に山頂集合してビート刻んで何が楽しいん？それ多分ビート刻んでるんじゃなくて、多分寒くて震えてるだけだろ。画面越しにめっちゃ話す。ズーム。編み込みしてコートの下にキャミソール着て一緒にバンジー。俺興奮せんよ。そのどんなに俺好みのエロい格好しててもバンジー飛んでたら興奮する余裕ないよ。とりあえず服着てもらう。俺裸でデート行かんよ。俺今までの YouTube8 年間ぐらいの活動の中で裸でデート行きそうな素振り見せたことある？公園でラブラブしておじいちゃんに見せつける。そういう性癖ないです。それ、ね、その、イチャイチャする場所がなかった中学生とか高校生の時のカップルがやることであって、29の大男がやったらもう逮捕なんよ。トミビデオと私が同じ場所から池に沿って反対方向に進みます。トミビデオは分速70メートルで進み、私が分速50メートルで進んだところ、8分後にトミビデオと私が出会いました。池の周りは何メートルでしょうか？数学の問題になってる。960メートル。数学の問題になってる。デートじゃないのよ。それ最初と最後の点しか一緒にいないじゃん。ただの歩いてる日じゃん。遠投、楽しくないだろ。その確かにその近くでね、声聞こえるぐらいのところでキャッチボールとか確かにイチャイチャできんのかなとかもありますし、河原でキャッチボールして夕日が沈んで、まあ青春かなみたいなのありますけども、遠投はもう声が届かないのよ。それはただのその野球の鍛錬だから。餅の食べ歩き、多分無理だろ。なんか そんな、なんか各所に餅食べるとこないだろ。家で食べることの代名詞みたいな食べ物だろ。お父さんにデートしていいか聞いたら、そんなやつと絡むなって言われました。ごめんなさい。ちょっと待ってください。ちょっと本当にはデートしません。お父さん、ちょっとそういう動画のネタです。なんかでもまあそうか、俺世間からそう見えてるか。きちえ。岡崎観光。いや、東海オンエアのファンじゃねえか。その嫉妬に狂うわ。その彼女が東海のなんか聖地巡礼してんのについていくの。気持ちがおかしくなって心がギューってなっちゃうわ。大根デート。大根デートって何？そのなんだろう。俺、この大根で、なんか、ぶり大根作ろうかな。私はじゃあ、これをおでんにしちゃおうかな。よし、どっちが美味しいか対決だ。ちょっとおもろそう。ということで、皆さんからいただいたトミーとしたいデートプランいくつか紹介させていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。この動画にもたくさんコメントしていただけたら嬉しいです。そしてね、たまには、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、トミービデオでした。またねー。